ツアデザインが目標として掲げている鼓動についてお話しします。ツアデザインの歴史の中で我々は動きを表現することを追求してきました。その追求こそが我々の DNA であり、その動きの表現において世界のトップを目指しています。動きのある造形とはどういうものか。例えば自然界のアスリートたち、プレデターが何かを狙って鋭く動き出す瞬間、その瞬間の動きは研ぎ澄まされて、その鋭さには美しさすら感じます。色気すら感じます。我々はそういう一瞬を車の造形に置き換えていく。そういうふうに考えると鼓動にはさまざまな可能性があると思っています。鼓動デザインのスタートは昨年発表したこのシナリです。鼓動表現を全身にまとったこのシナリは世界各国で高く評価され、新しく松田のデザインが進む道として賞賛を持って受け入れられました。私たちはこういうダイナミックでかつ質の高い高質なそういうデザインをどんどん想像し続け、それを松田の製品として強く反映させていく。それを続けることによって松田デザインのブランドを高めていきたい、松田のブランドを高めていきたい、そういうふうに考えています。この我々の造形力を生かして車のデザインをアートのレベルに引き上げていきたい、そういうふうに考えています。では竹林の紹介をいたします。この竹林ではシナリのデザインテーマを鼓動の CD セダンとして新たに解釈し直して、ゼロからバランスし直し、熟成進化させました。一目見て、あ、乗りたい、そう思わせる、見る人の野生を呼び覚ます、そんなセダンが作りたい。それがこの竹林デザインに向けた私の思いです。端正なセダンとしての幽霊さ、端正なセダンとしてのバランスの良さと幽霊さ、動きのあるバランスの動きのあるリズムの中にある男性的な威力や力強さ、そういう時として相反するものをデザインの中で高次元でバランスさせて昇華させました。この男性的な魅力、色気の表現や鼓動に対する我々の強い思いが松田竹林というこのネーミングの由来にもなっています。ではどのように熟成進化させてきたか。ボディ全体を一本の強い軸が貫いており、その上にキャラクターをバランスさせる、そのこと自体はシナリと共通です。竹林ではこのバランスを、シナリではすごく長い距離をですね、長いラインを空中に通していたんですが、それをもっと前後にグッとこうタイトにして CD カーとしてふさわしい男性的な筋肉的な表現を追求しました。4人の大人がゆったりと乗れる空間を内包しながら、後退させたキャビンから前に力をグッと突き出す、そういうプロポーションを実現しています。一目で松田の新世代車の松田車と分かるシグニチャーウィング、それを持ったフロントの立体的なこの顔は、ここに上下の厚みをしっかり持たせることで CD カーとしての信頼感、それと強さを表現しています。そしてシグニチャーウィングからつながるこのヘッドランプは、その周囲の強い立体感と相まって走りへの自信を表現しています。フロントと同じく立体感を表現したリアは、そのスタンスの強さと相まって非常に自信に満ちあふれたリアのデザインになっています。コーナーからリアに向ける造形は、コーナーでよどむことなくリアに向け、トランクと連動しながらスピード感と安定感をハイバランスさせています。またスカイアクティブ技術を搭載する松田新世代商品群同様、空力バランスを非常に重要しており、空力性能を重要視しており、アッパーボディとアンダーフロアの流れを最適バランス化させて高い空力性能を実現しています。
インテリアでも松田氏なりの考え方をベースとしながら、ダイナミックなスピード感と質感の高さ、そして居住空間の心地よさを追求しています。インストルメントパネル上端からサイドの両側のトリムへ続くスピード感ある造形は、乗る人の心を躍らせるダイナミズムを表現しています。そのキャラクターは同時にエクステリアのこの部分のキャラクターと連動しています。同時にインストルメントパネルのセンターを骨格のように貫く強いシンクのキャラクター加色は、エモーショナルな造形の中にも CD セダンとしての非常に安定した強さを表現しています。これらエクステリア、インテリアのデザインによって、タケリは CD クラスのセダンにふさわしい品格の高さとツヤ、そして比類なくスポーティー、見る人にあ、乗ってみたい、そう感じさせるセダンとして歩道を体現できたと実感しています。ただこのモデルはインテリアはまだ完成しておりませんので、東京ショーでインテリアが完成したものを見ていると思っています。デザインの説明は以上です。ありがとうございます。